ステパン・バンデーラ・ステパン・アンドリービチュ・バンデーラは、ウクライナの政治家、ウクライナ民族解放運動の指導者である。アンドリー・バンデーラ神父の子として、オーストリア・ハンガリー帝国のガリツィア地方に属していた、スタルイーユ・フルイーニュ村で生まれた。1928年に、ウクライナ軍事組織の一員となり、1929年に、ウクライナ民族主義者組織に入党した。1931年にOUNの西ウクライナ支部の幹部に入り、1932年に同部の副幹事長に選ばれ、1933年に幹事長となった。ポーランド政府が西ウクライナで行った同化政策とウクライナ人の弾圧に対抗してテロリズムを唱えた。1935年にポーランドの警察により、前年6月15日のブロニスラフ・ピエラキ内務大臣暗殺事件に関与した容疑で逮捕され、1936年にワルシャワ裁判とリビウ裁判において死刑判決を受けたが、終身刑に減刑された。1936年から1939年にかけてワルシャワの刑務所、聖十字架に収容されていた。第二次世界大戦がきっかけで、ポーランド第二共和国が滅亡すると、ドイツ軍によって解放され、OUNの幹部に戻って、OUNの中で過激派の野党のリーダーとなった。1941年4月に、第二ウクライナ民族主義者組織大会において、OUNの総裁に選ばれ、独ソ戦争の直前に、ドイツ側を支持した。しかし、1941年6月30日に、ドイツ軍に占領されたリビウで、ウクライナ国の独立の復帰を宣言すると、ドイツ占領当局に逮捕され、7月6日にザクセンハウゼン強制収容所に送られた。その出来事によって、ウクライナにおける対独、対ソの戦いの象徴となった。1944年9月に連合軍によって解放されたが、ソ連に占領されたウクライナへ戻れず、南ドイツへ移住した。1952年にOUNの幹部を離れたが、西ウクライナでソ連軍に抵抗を続けていたウクライナ蜂起軍の司令部と連携を取った。1956年から1959年にかけて海外のOUNの活動を管理した。1959年10月15日にミュンヘンで KGB のスパイ、ボグダン・スタシンスキーによって暗殺された。テルノーピリに建立された。バンデーラの銅像。バンデーラは我々の英雄だ。ドネーツクでのサッカー試合ウクライナ民族主義運動のリーダーであり、その生涯をウクライナ独立に捧げたバンデーラは、1991年のソビエト連邦の崩壊より前は、ソ連の公式史観の中でファシスト、ソ連の最悪の敵として扱われており、ソ連時代のウクライナの歴史教育でもこのように教えられていた。ソ連崩壊に伴ってウクライナは1991年に独立を果たしたが、ソ連時代の歴史教育の影響は強く残り、ウクライナにおけるバンデーラへの評価、ウクライナ民族主義者組織への評価、ウクライナ蜂起軍への評価は、否定的なものと肯定的なものが半ばする状況であった。2014年ウクライナ騒乱により、親ロ派のビクトル・ヤヌコービチ大統領が失脚し、代わって、反ロ派のペトロ・ポロシェンコ大統領が就任した。ポロシェンコ政権は、ソ連ロシアの残滓を除去する政策を数多く打ち出した。これに伴い、バンデーラやウクライナ民族主義者組織、ウクライナ蜂起軍についても、ウクライナ独立のために戦っていた英雄たちとして、称えられるようになり、ウクライナの法律でも同様に定められた。2016年、ウクライナの首都であるキエフのモスクワ通りは、キエフ市議会の決議により、バンデーラを検証して、ステパン・バンデーラ通りに改名された。ありがとうございます。